はい、本日発売されましたこちらの幼稚園の3月号、本物付録のシフトカーシフトメガマックスフレアが付録として付いてくるということで早速買ってきました。値段が980円ですね。もちろんドライブドライバーでは特別な音声が流れるようです。あとは妖怪ウォッチのトントン相撲とか妖怪ウォッチのスタンプシート、これね、子供がお手紙を書くときとかこういう切手型のシールを貼るとそれっぽくなるんで結構使えるんですよね。そして中にはシフトデッドヒートを含めたシフトカーシグナルバイク、バイラルコアはないですねの一覧とか、そして裏はかっこいいニンニンジャーのポスターになってます。で、1枚目からニンニンジャーの特集、手裏剣人ドラゴン、かっこいいですね。仮面ライダードライブもシフトデッドヒートとかデッドヒートマッハの情報も結構いっぱい載ってます。あとは劇場版銀河とかニンニンジャーやドライブの塗り絵とか迷路とかもいっぱい入ってますね。それでは中を開けていきます。あー、黄色が綺麗ですね。キャンペーンのフルスロットルカラーバージョンはクリアではなかったのでまた違ったグラデーションになってますね。はい、こちらがシフトメガマックスフレア幼稚園バージョンです。メガマックスフレア、名前がかっこいいですね。形はオリジナルのマックスフレアと全く一緒で、タイヤの色がクリアブルーからクリアレッドに、つなぎ目の部分は赤色、フロントがクリアイエローで始まって真ん中あたりからだんだんとクリアオレンジというかクリアレッドに近づいていきますね。グラデーションはとっても綺麗です。ノーマルバージョン、そしてフルスロットルカラーバージョンと比べるとどれもボディの色、ボンネットのマークの色、そしてタイヤの色も異なるので見た目はかなり違いますね。どれもかっこいいですよね。裏面から見ると裏のパネルがレッドになってて、シールのデザインもマックスフレアのマークの上にびっくりマークがついてますね。シフトモードへの変形は、あ、これはデラックス版ではないんですね。ではまずはドライブドライバーで音声確認です。びっくりマークとともにメガの音声が追加されてましたね。続いてシフトアップ。そして必殺技。音声は幼稚園でした。続いてブレイクガンナーで音声確認です。これは普通のマックスフレアと同じですね。幼稚園とか言って欲しかったんですけどね。最後はマッハドライバー炎で音声確認です。シフトカータイヤ交換超燃える。おー、ちゃんと超燃えるに変わってましたね。急に超燃える。怖っ。ちゃんと幼稚園と入ってましたね。この本にしか付いてこないスペシャルなシフトカーが付いた幼稚園3月号、おすすめです。以上、幼稚園3月号の付録、シフトメガマックスフレア幼稚園バージョンをご紹介いたしました。
最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また動画に関するご意見ご要望、高評価や低評価、その理由など様々なコメントお待ちしております。